重役のダメ息子。私の会社には A という会社の重役の息子が働いていた。こいつは仕事もろくにできないやつで、部署ではお荷物状態。しかも親の権限をうまく使うやつだった。 A さん、例の資料できましたか？もう期限過ぎてますよ。少しくらい遅れてもいいじゃないですか。器が小さいですね。今度父に言っときますわ。何か不満があるとすぐ父に相談しますとか言って脅してくる。他の社員にも性格が気に入らない人や少し A に文句言う人がいると、そんなこと言ってると父に言いますよ。どうなるかわかりますよね。唯一 A が気に入っていたのは B さんという職場の中でも慕われている真面目で綺麗な女性。あ、B ちゃん、この後遊びにでも行かない？すみません、今日は仕事がまだ終わってないので。 B さんも A が嫌いなので避けてた。 A の行動はだんだんひどくなっていき、少し上司に注意されて機嫌が悪くなった時は、あの人ムカつくんで帰ります、5時になったら俺のタイムカード押しといてくれます？え、何言ってるんですか、そんなことしたらと断っても、 A は俺は許される、言う通りにしないと父にと脅され、しぶしぶ言う通りにしていた。ある日、会社が繁忙期で社員みんながバタバタしていた。そんな中、 A は珍しくもパソコンを覗き込んで集中しているようだ。さすがにこういう時は空気を読んで真面目に仕事しているのだろうと思った。 A さん、進捗はどうですか？ A のパソコンを覗いてみたら、なんとソリティアで遊んでいた。あー、ソリティアって絶対クリアできるんですよね。これ難しいな、イライラするわ。周りが忙しそうにしているのなんか気にせずソリティアにのめり込んでいる。そんな A を見て周りも怒り、 A さん、いい加減にしてくださいよ、今どういう時期か分かってるんですか？と社員が注意しても、はいはい、忙しいですね、大変ですね、じゃあ今度父に言っときますね、といつものように脅す。 A がまたソリティアを始めようとしたら、パソコンの電源が切れる。は？おい、もう少しでクリアできたんだぞ。どうやら B さんが A のパソコンの電源を引っこ抜いたようだ。 A さん、仕事中に関係ないことはしないでください。 B ちゃん、何してくれるの？僕は今すごいイライラしてるよ。でも B ちゃんが付き合ってくれるなら、今回だけはお父さんに言わないでおいてあげるよ、といやらしい交渉をする。そんな忙しい時にゲームなんか横でされてる方がよっぽどイライラしますよ。あんたみたいな仕事もできない男となんか付き合いません。いつも通りタイムカード押しとくんで帰っていいですよ。いや、むしろ帰ってください、いてほしくないんで、と言い放った。 A は泣きながら、お父さんに言ってやる、お前はクビだ、とわめきながら帰っていった。一方 B さんは、やってしまいましたね、私の送別会よろしくお願いします、と半笑いで言っていた。 B さんは悪くないよ、むしろグッジョブ、クビなんかにさせないよ、俺たちに任せて、と職場のみんなで団結し、 B さんをクビにさせまいと動いた。重役の A の父に直訴を書いて、上の人に今回の件をしっかり伝えた。その結果、重役自身が謝罪をしに来てくれた。息子がご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。重役の A の父はまともな人で、しっかり話を理解してくれた。 B さんはもちろん処分など受けなかった。そして A は懲戒免職になって消えた。どうやら A が今まで言ってた父に相談しますとかの脅しは完全な私たちへの脅しだったみたいで、実際には相談なんかしてなかったようだ。父に見捨てられた A は仕事をサボってきた分、能力もないため就職に苦しんでるらしい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。